本土へ搬送してる猶予はありません。遅くなりました。もう大丈夫ですよ。このまま運んでください。お先にいただきます。あやか、そろそろ教えてくれよ、男女どっち。コトはよ、今まで島のみんなの命を救ってきたんだよ。20年前、星野さんが先生をこの島に呼んでくれて感謝してもしきれません。ただそれは四季名島診療所をなくすということですか。何、重大なこと。分かるよ、一緒に暮らしてれば。